型で起乗した先週は、日曜 10R の3歳未勝利戦をコンフェルまで勝つことができました。スタートよく、押し出されて逃げる形になりましたが、いい勝ちっぷりでしたし、素質は高層。上のクラスでも十分やれる馬だと思います。一方、G3 アイビス SD のリビナシオンは4着でした。8枠16番と枠も良かったですが、そんなに上位と差はなかったですし、 高いスピード能力がありますねメンバー次第で重賞に手が届いていい馬だと感じました土曜は新潟で八倉の依頼をいただきました 4R のダブルシルバーは先週の追い切りに乗りましたが水準の能力はありそう q r のアスクア・メイジモアは前走が競う馬相手のデビュー戦で6着でした2戦目で慣れが見込めるはずですし前進を期待 11R のダノン・ターキッシュは久しぶりに乗りますが、このクラスで構想している馬ですし、展開が向くようなら、やれる可能性はありそう。12R のフローラルセントは前走が4馬審査の快勝。強いレースでしたが、足抜きのいい馬場が合っていたように感じました。今回は両馬場になりそうですし、昇級戦なので、まずはメドが立てばという気持ちです。